弱気じゃダメさ。負けた。エンペラが負けた。さんも熱心な人だね。決勝戦のためにわざわざキャンプなんてしてくれるなんてさ。ねえイオンから。あ、そうそう、大好物のナスの味噌漬け多めに入れといたぞ。このバーがお前のためにずっと前からつけておいたもんじゃ。お前は小さい時からこいつが好きじゃったでの。いつもおいしいおいしいってバーにせがんだもんじゃ。ごちそうさま。ヨンクロ、いってきます。ヨンクロ、水に気をつけるんじゃぞ。それからスムラギさんの言うことよく聞いて、みんなに迷惑をかけんじゃないぞ。ヨンクロ、新品じゃん。決勝進出祝いに買ってもらったんだ。着いたらさ、貸してくれよな。ダーミー、一番はリンコちゃん。あら嬉しい。でもまずテント張ったりしなきゃね。ヨンクロ、明日さ、山のてっぺんまで行って。うん。どうしたんだよヨンクロ、車にでも酔ったのか。僕ちがこんな山ん中に来なくちゃいけないの？急に呼び出したりして。わしゃ初めて見たんじゃん。どんなことにもめげたりする子じゃなかったはずのヨンクロがあんなんなの。じゃからこれしっかり追うんじゃ。無事なんじゃないよ。俺で限界なんだ。お前ヨンクロがどうなってもええんじゃない。なの、もうバーの気持ちがわからんか。危ないんじゃない。もちろんよ。リンコの料理やった。
ピンコさん、何これ？やった、カレーよ。これどうやって作ったの？はい、それではピンコちゃんのお料理教室開始。まず、お鍋を火にかけ、お肉を炒めます。次に、お鍋に水を入れ、じゃがいも、人参、玉ねぎをお肉と一緒に煮込みます。で、食べ頃に柔らかくなったなと思ったらカレールーを入れます。これだけなら普通のカレー。でもリンコちゃんのは一味も二味も違います。というと、キャンプといえば大自然、天然の野菜に果物。ここに目をつけましたリンコちゃん、これをほっとくではない。そこで採れます、木の実に果物、ペンペン草、キノコにタケノコ、松ぼっくり、どんぐり、タンポポ、木の葉っぱを全部入れちゃいます。あ、今完成、世界最強リンコスペシャル山菜お好みカレー。あー、やー、怖い。許してダメ、お願い。ちょっと、なんで逃げるの？いやいや、やめてよ、もう逃げて。ごちそうさまです。ヨンクルス、キドウインジンとプロトエンテラーのことが頭から離れないようだ。この合宿でそのこだわりを克服するんだ。この合宿の本当の目的でな。お兄ちゃん、危ない。うわー、いやー、いや、あ、もっと丁寧に走らんかい。そんなこと言ったって道がこれだもんな。こんなとこにキャンプ場なんかあるの？道間違えたかね。バキーン。お前を心配して来てやったのに。でてお世話で。いや、そうそう、ヨンクロ、大変なもの見ちゃったんだよ。ほれ、あのチーム U とかの。チーム U？来る。エンペラーがここへ来る。同じ魂を持つもう一つのエンペラーが。この奥なんだな、その修行所ってのは。ああ、そうじゃ。よし、ヨンクロ行くのかい？もちろんさ、心配すんなって。これは自分自身のためなんだ。自分の中にあったわだかまりをなくすためにね。大丈夫だよ、ばあ。やっとお前らしくなったの。これでバーも安心じゃ。じゃ、行ってくら。なんだ？僕のリュックどこに行っちゃったんだよ。なんだ、どうしたんだ。僕のリュックが中身ごとなくなっちゃったんです。んなものよりヨンクロウがいねえんだ。ちょっと、それってどういうこと？いや、だからヨンクロウがだね。いや、心配いらないよ。ここに。まあまあまあ、抑えて抑えて。なんでここに？あ、そんなことはいいから、とにかくヨンクロウのことは心配いりませんから。そうなんきょう。ちっ
真空の双眼鏡でもよく見えんねん。何か、なんだこりゃ。ま、いや、うっと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 、うわっ、うわついたかね。驚いたぞ、担ぎ込まれてきた時は。おじさんは確かチーム U の監督ポーというものじゃ。じゃあここは少林寺の中じゃ。やばいな、機動員たちを偵察しようとしてることがバレてるのかな。どうなされた、顔色が優れぬが。いや別に少林寺をこっそり見ようと思ったわけじゃ。素直な子じゃな。ま、来なさい。はい、ヨンクロ。とても我々の修行にはついてこれまい。修行なんかしたって意味ねえ。修行もせずマシンに触れたところでろくに操れるものではない。所詮我らの敵ではないわ。修行がなんだってんだい。お前らがどんな修行してんのか知んねえが、軽くクリアしてみせんぜ。おお、では我らの修行を受けてみろ。おう、ポー先生、よろしいですか。うん、よかろう。ゴボへ案内してあげなさい。ゴボゴボとは何かを教えてやろう。ここ少林寺の修行内容は眼力棒、筋力棒、瞬足棒、平行棒、そしてその頂点に立つ超絶棒の5つに分かれている。それを少林寺ゴボと呼ぶ。その棒一つ一つを我らチーム U のメンバーが帽子として収めているんだ。どうだ、やめるなら今のうちだぞ。へっ、それ聞いちゃなおさらやめられねえぜ。修行クリアすればお前らと対等ってわけだかんな。何？ここが第一の棒、眼力棒だ。この棒の帽子は俺、加藤純が収めている。君のお手並み拝見と行こう。真っ暗だ。そう、ここではわずかな光を頼りに障害物を避けて走る訓練をしている。暗闇でも物を見れるように視力を養っているんだ。あ、今のは練習生さ。さ、チャレンジしてもらおうか。よし。真っ暗で何にも見やしね。うわあ、なんだ。ありゃー、この仕掛けは。これを通り抜けるっての。モタモタするな、次へ行くぞ。くそーく、そりゃ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 。俺は第二の棒、筋力棒の安藤霊様の実力よ。ワンクロー、
守りはなしにしてやら。やるんだろ。やったら来い。よし、どこなくっちゃ。やら、の棒、俊足棒だ。ここを治めているのは僕、ヒューガ葵だ。川上から流れてくる切り株の上を渡って向こう岸に行くんだ。素早さを養う訓練さ。ここが俺、神崎壮の治める第四の棒、平行棒だ。平行感覚と知力、体力のバランス、そして精神の平静を養うの。このコースは初歩中の初歩、ただの綱渡り。さあ、渡ってこい。しょうがねえな。手間のかかるやつだぜ。おい、早く引き上げろ。かなり参ったようだな。口ほどにもない。これで最高の棒、超絶棒を収めるヒロインさんに歯向かおうというのだから、肩払いたいわ。はい、おめえら言いたいこと言いやがって。口だけは一人前じゃないか。お前の実力はよく見せてもらったぜ。やはりダッシュウォーリアーズは我らの敵ではない。ホライゾンの末裔を名乗る資格もないわ。四クロウ、のが相手じゃとても勝ち目はねえ。大仏さんよ、おいら一体どうしたらいいんだよ。教えてくれよ。笑ってねえで何とか言ってくれよ。大仏さんよ。そういえば父ちゃんもいつも笑ってたっけ。どうした、四九郎。父ちゃん、おいら。四九郎、お前はレーサーだ。レーサーがレースもせずに負けを認めるのか。レーサーならそんな顔をするな。笑え。ホライゾンの彼方を目指すんだ。そこには必ず父ちゃんもいる。父ちゃん、待ってるぞ。ホライゾンで待ってるぞ、四九郎。父ちゃん、忘れたぜ。俺らホライゾンを目指すレーサーだ。おお、あの目じゃ、あの目の輝きじゃ。以前どこかで見た輝き。俺らのマシンがホライゾンの血を受けたエンペラーがある。見てくれ父ちゃん、レースだったら俺ら負けねえぜ。
機動員と対決することになった。エンペラーとプロトエンペラーの勝負だ。コースは間欠線の間を縫っていく命がけのレースだ。ヒロイン、本当のホライゾンの後継者がどっちか今分からせてやるぜ。次回エンペラー絶対絶命な、だしらねえ。今は小さな色だけど見失うなよ大きなゴールを。君は未来のみんなだから、風に勇気を膨らませ走れ。ナンバーワン掴み取るために負けないで。